こんにちは。今日は家庭菜園の土作りについて花心から重要なポイントをお届けします。安心安全な野菜を自分で育てて楽しみたいという人が増えています。困っていませんか？野菜専用のスペースがない、場所はあるけどこのガチガチの課題土で大丈夫と、さまざまな困りごとを花心が解決します。美味しい野菜をたくさん収穫するには土作りが重要ですよ。この深さ30センチほどしかない家庭菜園の土作りをお届けします。夏の収穫を終えた野菜の花壇です。収穫後に残っている枯れた根や雑草などを丁寧に取り除きます。古い土のまま次の野菜を植え付けてはいけません。古い土だと成長が悪かったり枯れてしまうことがあります。連作障害が出ないように次の野菜をしっかり収穫できるコツは土作りにあります。そのためには花心永久コンポを混ぜ込みます。全体に空気が混ざるように混ぜ込みます。永久コンポの効果は古くなって硬くなった土をふかふかにして養分を混ぜ込むことによって植物にとって良い菌を増やす効果があります。土が良くなるってふかふかになると根っこの成長が促されますので、収穫とか成長とか収穫にも本当に差が出ます。本当にいい土、ふかふかの土、そういった土を目指して畑の土作りを行ってください。通気性、排水性のいい、バランスのいい土でご家庭でも家庭菜園を楽しんでいただけます。野菜を育てる庭作り、憧れのバラのある庭作り、花壇の土の状態が知りたいなどなど、お庭作りにお困りの時はお気軽にご相談ください。